あいつが十尾。くそ、魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。十尾復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。おい、追っ始める気だぜ。ナルト、カガシトガイってやつを渡せ。はっ。いいか、まずは距離をとってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃をかわす。行くぞ。世界でもがいても価値はない。世界に希望などどこにもないと申し得。
も所詮無力な忍びだ。お前も、いや、誰でもいずれ俺のようになる。俺はおめえのようにはならねえ。俺がなりてえのは木陰だ。しぶとい奴らだ。十尾の力は温存したかったが、やむを得まい。少し公正に。よせナルト、この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、十尾を追い込め。行くってばよ、みんな。ドン大志合格。こそお前の言う忍び連合軍の術だってばよ。
これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。教えてやろう。絶望を。なんだ。あんな距離まで。ホビト。の方向はここか。連合の頭を狙うか、まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする。やるべきことを最後までやるだけだ。命、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木遁！刺し木の術！なんて数だ！どうすりゃいいんだよ。日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんでお前がこんなことで。どうして俺にそこまで。お前に。天才だと言われたからだ。ネジ！ネジ兄さん！おい、ネジ！しっかりしろ！おい！ネジ！おい、嘘だろ。仲間は殺させないんじゃなかったのか。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、
この現実に何がある。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い。ネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味わかる。仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな。父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなた、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは九尾チャクラ。ほう、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。貴様は仲間の死から何も学ばない幼稚な忍びに過ぎない。確かにネジは死んだけど、ネジは俺たちの中でつながり生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。行くぞ。お前と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘリクツバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、
それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやる。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。減らしてたようだな。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。加賀先生。さあ、これからだぞ、楽しいの。時来たる。忍びの世がため、仲間と共に戦う者。忍びの世がため、闇と共に走る者。先を見据えし両雄がついに自称共闘の将。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。かねえな。十尾が手加減なしと。遅かったか。いや、ぴったりだぜ、父ちゃん。湊、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よーし、始めるぞ、皆の者。ほかげ様たち、なんで？オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に？おう、みんな俺たちの知ってるあのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとはな。嬉しいぞ、柱馬。お前は後。まずは十尾を止める。ナルト、よくやってくれたね。
少し休んでなさい。友達もじきに来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ？まさかとは思ったが、ミナトもね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かっとる。このわしを分けてるのは封印しきった男だ。おかげたち、行くぞ。忍法史跡用心。さらに俺だけ加えての戦法明神門。来たな。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。さくらか。どういうこと？本当にサスケくんなの？てめえ、何しに来やがった？なんでサスケくんがここに？いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がおかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり、里を変える。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。火影になるのは俺だってばよ。そんなに火影に憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よーし、さくらちゃん。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ、第七班ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。おう、木遁木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り奴を打ち破るのだ。行くぞ。でかくなってねえな。
上に退路はさらに出るか。Yeah!